細松さんのへそくり坊主ニートの工房。はい、どうもおはにちばんは、たかまるかまるです。さあ、今回星4で新しいやつが出たわけなんだけど、それがこれ、天使バイカー。チャラいなこの天使タトゥー入ってんじゃん。あ、しかもすげえ、あの後ろのモーション、それぞれのイメージカラーになってる。特徴が、そこそこ離れた敵にも攻撃が届く。特定のシリーズの能力をアップさせる。 HP と攻撃力がかなり高い。例えばおそ松の天使バイカーチーム見た場合は、攻撃力、あと HP がかなりアップすると。そこそこ離れたってことは、闇妖怪と同じ攻撃距離か、今まで最大距離かな、チョロマツ教頭を除いて。あと8月であったバンドシリーズの応募券を集めた人たちに、6つ子のバンドゲリラライブが配布されたと。特徴が、もらえるイベントポイントがそこそこ増える。バトルで奪うへそくりがそこそこ増える。 HP と攻撃力がめっちゃ高い。で、10月4日までにポイントアップ台があるのか、そこそこ増えんのか。なんか他の6つ子だとイベントポイントへそくりがめっちゃ増えるとかだったんだけど、めっちゃだっけ、すっごくだったっけ、多分すっごく増えるだと思うんだけど、それを考えると正直言ってあんま魅力感じないなモーションは結構豪華だけどね、このトラックからね、6つ子のがねライブするっていうのは結構かっこいいと思う。あと今星4ストーリーイベントで、この天使バイカーのストーリーイベントが開催されていると。それを踏まえた更新内容がまあこんな感じ。天使バイカーのステップアップガチャ有料ダイヤのみ回せる。死神のステップアップガチャ有料ダイヤのみ回せる。あと押し松ガチャ対象となっ、ん、人気シリーズが1体確定で配布される押し松ガチャ対象となっているのが、映画のおそ松さん、パレードスチンパンク、ゴブリン、モブスター、悪魔サーファー、カラーギャングのラップ、サマーヴァンパイア、極露の納涼、自転車、暴走ゾンビ、電気ミステリー、雨、プリンセスゴスロリ、死神、ミュージカル黒歴史1、ちゃん楽しいお仕事、バンドロックスクール、独り立ちカッコ2期、それと人気エピソード2、ちゃんとした闇妖怪、ドラゴンライダー、和風スチームパンク、クリスマスヴァンパイア、超潜在と。こっちも優勝ダイヤのみ回せる。あとワンチャンガチャ、ワンチャンガチャね、モブスターだったんだけど、まあ今もう9月6日最終日になっちゃったわけなんだけど、ほぼ毎日引いてカラマツのモブスターしかゲットできなかったな。あと天使キラが配布される星4超絶確率アップガチャ、あと森の中の終幕の館、昼夜が超絶確率アップで、金の旗棒ガチャが開催されていると。これモブスターの能力が上がるやつだったっけな。あと廃校スクール赤塚シネマがピックアップされている金の旗棒ガチャ、あとおしばり大作戦バニシングニート、使用可能なのが天使バイク、悪魔サーファー、死神、天使キラー、悪魔ライダーで星3の天使と。結構天使と悪魔がモチーフになってるやつだな。あとおしまつ大作戦ポケットの中のへそくりが復刻開催されてるわけだな。あと人造人間、あと天使、あとこれなんだったっけな、大富豪だったかな、その復刻イベントも開催されているわけか。あとダイヤ購入キャンペーン1200個パックでウルチキが、あ、その前にか、260個パックでスカチキ1枚もらえるんだけど、そのスカウト可能シリーズがまあこんな感じと。あと1200個パックでウルチキがもらえるんだけど、そのウルチキの対象となってるのがこんな感じ。まあ一応ね、ウルチキもらったんだけど、まだどれにするか決めてないんだよね。まずは押し松ガチャと天使バイカーのステップアップガチャをやってから決めようかな。
じゃあガチャ引いていこっか。死神は別にいいかな。お始末ガチャも引きたいわけだから、ちょっと天使バイカーは1体確定のステップ3まで引こう。じゃまず天使バイカーのステップアップガチャから。ステップ1ガチャの詳細はまあこんな感じ。持ってないのが天使バイカーのみ。あ、対空タイプなんだな。排出率はスチームパンク、魔法、悪魔ライダー、天使キラーが 0.2%、 天使バイカーが 0.01%。 じゃあステップ1引いてみましょう。よいしょ。あ、星4がチョロマツと十四松か。チョロマツは何が出んだ？魔法、はいはい。で最後十四松は天使キラー。なるほど。じゃあ次ステップ2、星42体確定。排出キャラは変わんない。排出率はちょっと上がるんだよな。スチームパンク、魔法、悪魔ライダーが 0.71%、天使キラーが 0.72%、 天使バイカーが 0.1%。 あ、そうだ、養われ隊もあったんだっけ。養われ隊は 0.02% と。じゃあステップ2引いてみよう。よいしょ。2体確定なわけだから、あー演出ないか。あー、おそ松十四松は来てないの。あー、でも星4この2体だけか。確定枠しかないのか。まずチョロ松、悪魔ライダーそっちじゃないんだな。天使バイカー来てほしかったな。トド松は天使キラー。なるほど。さあこれで最後天使バイカー1体確定、星4確定、ステップアップガチャ。こっからね、排出キャラも変わっていくわけだけど、持ってないのは天使バイカーのみ。排出率は着物が 2.73%、 スイーツ、夏祭り、デート服、ギリシャ神話が 2.72%、 スチームパンク、魔法、悪魔ライダー、天使キラーが 0.75%、 天使バイカーが 0.05%、 ヤシナイタが 0.04% か。さあ1体確定、引いてみよう。よいしょ。1体確定だからスキップしちゃっていいか。はい。おお、なるほど。確定は、からまつか。そこそこ離れた敵にも攻撃が届く。特定のシリーズの能力をアップさせる。HP と攻撃力がかなり高い。天使シリーズの攻撃力、HP がかなりアップする。これって星さんの天使も関係あるんだよな、きっと。からまつか、まあまあいいんじゃない？じゃあ次は、おしまつ。引いてみようかな。3回限定、人気シリーズは1体確定、優勝ダイヤ250個で回せると。で事前にちょっと調べてみたんだけど、おそ松で持ってないのが15体、から松が11体、ちょろ松12体、一松12体、十四松11体、とど松11体だったんだけど、圧倒的におそ松が持ってないの多いんだよな。だからちょっとおそ松をまず引いていこうかな。持ってないのが、ドラッグクイーンデラックス、闇妖怪、ちゃんとした、バンドロックスクール、楽しいお仕事、ミュージカル、黒歴史1、プリンセスゴスドリー、電気ミステリー、雨、自転車、ご苦労の納涼、サマーヴァンパイア、悪魔サーファー、モブスター、ゴブリン、パレードスチームパンク。排出率は、2.27% が多いね。ドラッグクイーンがちょっと低くて 2.26 か。で、超潜在からバーっと来て、映画のおそ松さんが 0.1%。まあ、1体確定枠だかな。じゃあ、ちょっと引いてみましょうか。よいしょ。おそ松は結構持っててもね、使えるからな。おしおん確定だもんな、これ確か。さあ、赤いよ、赤いよ。さあ、1体目はなんだ？ F6。2体目はプリンス。3体目、悪魔ライダー。
4体目独り立ちシリーズ、3体目なごみ探偵、6体目着物、7体目デート服で、8体目おお来た闇妖怪、これで闇妖怪は全員揃ったな。9体目ニートの国で、ラスト10体目あークリスマスヴァンパイアか。まあでも新しいのが来てくれて嬉しいな。闇妖怪、主天童子、そこそこ離れた敵にも攻撃が届く、攻撃力がそこそこ高い、能力だけ見ると天使バイカーの方が上なんだな。よーし、まあおそ松はまあこんなところでいいかな。カラマツ、十四松、トド松は結構持ってんの多いから、チョロ松か一松、ちょっと一松引こっかな。持ってないのがドラゴンライダー、死神、プリンセスゴスドリ、電気ミステリー、雨、暴走ゾンビ、自転車、極論の能力、サマーヴァンパイア、カラーギャングのラップ、悪魔サーファー、モブスター、映画のおそ松さんと、排出率も変わんないでしょおそ松のと。じゃあ引いてみましょっか、せーの、まあこれも全部確定だから、紫紫だろうな。さあ、1体目はなんだ？選抜、2体目、プリンスホワイトデー、3体目、超潜在、4体目、人気エピソード一末事変、5体目、子供の日、6体目、独り立ち、7体目、悪魔ライダー、8体目、ニートの国、9体目、北欧神話、バルドル。さあ、ラスト、10体目、誰が来る？あー、新規キャラ、なし。マジか、きついな。あと1回引けるんだけど、ちょっとな、この後のメンテナンスで新しいやつが来るんだけど、それちょっと引きたいんだよな。ちょっと今回はなしにしよっかな。で、ちょっとウルチ系控えるやつがあるんだけど、通信中が長い。よし、オッケー。あー、着ぐるみスカッチ系もまだ控えてないな。後でいいや。ウルチ系結構持ってないの多いんだけど、特にこれっていうのがないんだよね。それだったらちょっと今の、まあこれから後でやるお縛り大作戦で対象となってるやつ引こっかな。で、考えてるのはこれ、一松の悪魔サーファー、移動速度がちょっと速い、ちょっと離れた敵にも攻撃が届く、敵陣地に対する攻撃力が超絶高い、 HP と攻撃力がかなり高いと。ちょっとこれ引き換えたいなと思います。じゃあちょっとね、チーム編成してきます。はい、チーム編成してきました。まあこんな感じです。1列目おそ松の悪魔ライダー、ちょっと離れた敵にも攻撃が届く、攻撃力がそこそこ高いが HP が少し低い。カラマツの天使バイカー、そこそこ離れた敵にも攻撃が届く、特定のシリーズの能力をアップさせる、 HP と攻撃力がかなり高い、天使シリーズキャラの攻撃力 HP がかなりアップする。チョロマツの悪魔ライダー、一マツの悪魔ライダー、十四マツの悪魔サーファー、移動速度がちょっと速い、ちょっと離れた敵にも攻撃が届く、敵陣地に対する攻撃力が超絶高い、HP と攻撃力がかなり高い。2列目トドマツの悪魔ライダー、カラマツの天使、 HP がちょっと高いが攻撃力が低い、1マツの悪魔サーファー、十四マツの悪魔ライダー、トドマツの天使キラー、銀の旗棒に対する攻撃力が超絶高い、ただし攻撃力が少し低いと。まあこんな感じかな。せっかくカラマツの天使バイカー、この天使シリーズの強化があるわけだから、ちょっとカラマツの天使を入れてみました。
で、アトラクションがこんな感じ。地上タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつを2つと、対空タイプの攻撃力がそこそこ増える。いつもね、この1つの枠が、トドマツとか1マツの攻撃が上がるやつなんだけど、せっかくね、対空タイプが4人いるわけだから、ちょっと全体の攻撃を上げる感じにしようかなって思いました。まあこんな感じで、お芝居大作戦交わ編、やっていきたいと思います。さあやっていきましょう。アイテムは AP 最高、強くなるオートモードはザニートとニート砲。まあ出せるとか出すか。あ、しまった。ちょっと重視します。あー、対空タイプ。あ、でも結構早いな。対空タイプって地上タイプのやつにもちょっと足遅いんだけど、やっぱ重視末は早いな。あ、そうだ。悪魔サーファーって対空タイプでもちょっと移動速度が速いんだっけ。空中のダヨーンが、ちょっとな、どうなんだろう。カラマツがどれぐらいで耐えてくれるんだろう。おお、ひるまない。いいね、いいね。出た、かっこいい。そうだ、天使バイカーも対空タイプなんだっけ。でも対空タイプはちょっとカラマツは向いてないかな。まあでも素の能力が強いからな、天使バイカーは。ちょっと地上が、うわー、エイリアいるか。対空タイプが強い。悪魔サーファーの一末の存在感がすげえ。っていうか初めてじゃない、対空タイプのシリーズでそこそこ離れた敵にも攻撃が届くって。まあそこそこ離れた敵っていうのがね、闇妖怪に次いで2回目だからな。2回目っつうか2種類目だからな。悪魔サーファー自体もね、ちょっと離れたところからだもんな。そう考えると天守バイカーめっちゃ強いな。空中の処理がね、やっぱ対空タイプのおかげで早いね。問題は地上よ。一応地上の攻撃もね、強くなるアトラクションは2つつけてるわけなんだけど、これがどうなんだろうな。あ、でもこれ押せてるよね。対空タイプがね、一応空中には強いんだけど地上の攻撃が低いっていう特徴があった気がする。まあ一応天使と悪魔のキャラクターが多いんだけど、天使キラーは悪魔なのかな。まあ、天使キラーっていう名前がついてるわけだから、天使を敵視しているっていうのは変わりないと思うから、なんだろう、悪魔よりも上みたいな感じ。悪魔のワンランク上が天使キラーなのかな。ちょっとわかんないけど、しかし悪魔ライダーと天使バイカー、なんかかっこいいな。何よりもなんか天使バイカーチャラいんだよな。天使っぽくない、全然。強い強い、押してく押してく。カラマツ、まあ一応ね、攻撃受けるためにカラマツの天使にしたんだけど、一マツでもよかったか。あ、でもな、ダイオン思ったよりもな、吹っ飛びが、あ、でも悪魔サーファーで食らってるわけだからな。11末の天使でもよかったかもしんないね。さあザニート、後半になっていくにつれてちょっと奥に行くからさ、カラマツの移動速度だとね合流しにくいわけだから、
それを考えると10始末でも良かったかもしんないな。結構いいかな。結構毎度毎度なんかこのエイリアンがな、すげえなこの描写。でも中がひじり沢なんだよね。対空タイプのアトラクション入れてよかったかもね。まあ一末のやつでもいいと思うんだけど、やっぱね4人いるからね。っていうか天使キラーがなんか仕事してるように思えない。まあ天使キラーちょっと弱いからね、能力が。銀の旗棒に対する攻撃は強いけど、攻撃力、素の攻撃力は低めだからね。悪魔サーファーはね、え？悪魔サーファー、え、なんだったっけ？あ、サマーヴァンパイアだ。サマーヴァンパイアがね、銀の旗棒に対する攻撃が高い上に素の能力も高かった気がする。だ、銀の旗棒には天使キラーって初めあったけど、サマーヴァンパイアが登場するにつれて天使キラーの価値が薄れてきちゃってんだよね。だってね、天使キラー6人全員揃えてさ、銀の旗棒討伐に向かってもね、やっぱ元々の攻撃が低いって なってるからさ、そんなに銀の旗棒早く倒せないというか、まあ10体目の銀の旗棒がかなり強いっていうのもあるわけなんだけど、どうなんだろう、サマーヴァンパイア6人で銀の旗棒討伐だとどれぐらい早いんだろうな。どうなんだろう、銀の旗棒、あの条件が揃ってやつ全部連れて、で10人の銀の旗棒を倒してクリアして手に入れる銀の旗棒と、それとも最速で狙って、まあ条件が揃っているのは 4,5 体ぐらいで最速クリアを目指して、回数でコツコツ貯める銀の旗棒、どっちの方がいいのかな。いっぺんに集めるとやっぱりね、全部条件揃えて、まあ一度に十何本の銀の旗棒を手に入れるっていうのもいいかもしんないけど、回数重ねればね、もっと早めに多く銀の旗棒稼げると思うけど、みんなどっち派？急に質問する。条件、まあね、いつもなんか水曜、木曜、毎週水木で銀の旗棒大作戦ってのがあるんだけど、あれはね、確か、なんだっけ、ひじり沢がいれば、大体、条件がもう、揃って、あと天使キラー6体とかやれば、10人の銀の旗棒が登場するわけなんだけど、どうがいいのかな。全部条件揃えて一気に、一回で一気に集めるか、まあ、なるべく最速クリアを目指して、回数で銀の旗棒を集めるか。どっちの方が多いんだろうな。結構ほぼ、一末。強えな、悪魔サーファー。まあ、天使、え？あ、ちょ、天使じゃないや。悪魔ライダーだ。悪魔サーファー、悪魔ライダーの一末がめっちゃ頑張ってくれてんな。後ろでカラマツがめっちゃやられてんだけど、モーションがすごい派手なんだよな、クマシリーズって。っていうか星さんで悪魔っていないよね。天使はいるのに悪魔がいないんだな、普通の。ちょっと一末出しすぎたかな。こっからすごいじわ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 と、まあ確実なんだけど時間がかかるんだよな。トドマツ、
よく考えたらやっぱね、トドマツやられるね。やっぱ相手トトコちゃんが多いからトドマツじゃ倒しきれてないんだな。あ、しまった、ちょっともう1マス出さなくていいや。1マス足が遅いからな。だってあれ1マスで一番速いのってあれじゃなかったっけ、人気エピソード2のちゃんとしてる1マスだったかな。あれチョロマツ並みに足が速かった気がする。あれでもどうなんだろう、暴走ゾンビの1マスどれぐらい速いんだろうな。暴走ゾンビが今んとこね、シリーズの中では一番速いからね、なかなか速いだから、なかなか速い1マスってどれぐらい速いんだろうね。また1マス出しちゃった。こっからもう14マスぐらいでいっか。あーでも耐える耐える。あーでも攻撃できてないなー。んーでも1マスもやられてないからな、結構これは時間かかるね。やっぱり1マスは強いけど時間かかるんだよなー。今後のシリーズもどんなのが出るんだろう。もうバンドシリーズはもうしばらくはいいかなって思ってんだよね。かなり優遇されてるもんな、8月に。一気に3種類登場したわけだから。やっと攻撃し始めたよ、敵陣地。悪魔サーファーって敵陣地を攻撃するのが高いんだよね、攻撃力が。削れるね、やっぱり。おっそ。さあクリアしたわけだけど結構かかったな。11分3秒。まあまあこんなもんか。はい、というわけでこのチームでクリアすることができました。やっぱり悪魔サーファー1マス引き換えて正解だったね。かなり活躍してくれたわやっぱり。まあおそ松もね、一応ねザニートのゲージ上げるのに役立ってくれたけど、ほんと縛り大作戦チョロ松役立てる気がしない。一応ねこのちょっと離れたっていうね遠距離のシリーズなんだけど、チョロ松じゃまだ無理か。そこそこ離れただったらまだ良かったんだろうけど、わかんねえな。まあ、まあ、クリアしたからいいよね。じゃあ最後に今回手に入れたやつと、あと、ムツゴのバンドゲリラライブとかの紹介で終わりたいと思います。おそ松、酒呑童子、かっこ闇。妖怪、酒呑童子に取り憑かれたおそ松の闇の力が発露した姿。本来の怒りとともに熱を発し、金棒の内側からは溶岩が噴き出す。おー、なるほど。お、すげえ。ボコ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 なってる。うわー、かっこいいな、やっぱ闇妖怪。ボイス。次期はレアボイス。おらおら、この野郎、あー、ちょ、ま、やれやれ、ぶっ飛ばせ。やっぱ俺のおかげっしょ。カラマツ、モブスター、大富豪のムツゴの次男、カラウスマッツの裏の顔。その冷たい瞳でライフルを構え、狙った標的は外さないと暗黒街で噂される。餌食となった者は、特等席で地獄へ運ばれるだろう。通称、ショーファー。地獄行きリムジンの運転手。かっこいい。この狙った標的でもターゲットって言った方が分かったかな。起きて、おお、なんかこのモーション見たことあるんだよな。ボイス、攻撃やレアボイス。ふっ、俺の出番か。消え失せろ。なぜだ！次は本気で行くぜ。ふっ、俺はお前らを信じてるぜ。ふっ、俺にとっちゃ朝飯前さ。
レイディーたち、俺と付き合いたいなら一列になる。敵にやられたんじゃない、己に負けたんだ。金松、天使バイカー、人間の姿に化けてアメリカンバイクを狩る天界の使者ナンバー2、最近つけた通称はベック。人間からこぼれ落ちたエモーションを集める天界の重機、二丁拳銃のデストティニーは今日もご機嫌だ。なんか本当カラマツ節が効いてる気がするな。なんかかっこいいな、本当こういうの。おお、これがデストティニー。ギターケースの中入ってんだこれ。ああ、それでダメージ食らうと、その星さんの天使のような姿になっちゃうのか。ボイス、攻撃やレアボイスか。マジか、バイクの音。斬新。で、攻撃。Love and peace! いた！無念だ。ふん、俺はお前らを信じてるぜ。ふん、俺にとっちゃ朝飯前さ。レイディーたち、俺と付き合いたいなら一列になる。敵にやられたんじゃない、己に負けたんだ。一末、悪魔サーファー。嫉妬を司る悪魔、レビアタンの一末。どんな悪魔笑いも聞かない強大な魔人であり、大嘘つきであるとも言われる。地獄で開催されたサーフィンクラシックヘルスウェルネス杯の会場に現れ、海蛇を召喚し攻撃する。おお。こう来て、ああ、やっぱこういうね、サーフィンの波の家かっこいいな。かっこいい。で、このボイスは、攻撃やらボイスか。めんどくせえ。闇を解放してやる。にゃあとはよろしく。みんな頑張ればいいと思うよ。ああ、勝ててよかったね。どうせ俺らは負け犬ですから。ムツゴ、バンド、かっこゲリラライブ。ステージカーで移動し、ゲリラライブを行うバンドのムツゴ。銀テープの前に立つのは危険だと身をもって知っていたはずなのだが。おー、なるほど。こう移動して。おー、豪華だね。いいね。なんか銀テープ。なんか、なんだっけ、あの、バンド私服の、カラマツ、もう、なんか、銀テープで巻き込まれてたんだよな。これ実際、危険なんだろうね、やっぱり。あー、こうなるんだよ、やられ。嫌味が運転してんだ。ボイス。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。